エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は光栄だけどですが多い人にはイカ速がおすすめしたいとなります。まあ、弓だけでなく光栄武器でですが多い人に対してイカ速の恩恵の話というふうになります。ですが多い原因といえば前衛が詰めてきた、またはスペシャルで逃げ遅れたなという理由などがあるかと思います。光栄としてはなるべくこういったデスは避け、デス数はゼロに抑えていきたいというところですよね。ですが実際にはいくら注意したとしても避けきれなかったり対応が遅れたりということはあると思います。ということで今回はデスを抑えるためにイカ速をつけることの恩恵について次の順で紹介をしていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずデスに関してですが、単純な話、逃げれていないからっていうのが大きな原因になると思います。でも中には逃げてる最中にデスしてしまうという人も多いのではないかと思いますね。ここで逃げれない原因を2つに絞って考えていきたいと思います。1つ目は敵が近づいているのに対して逃げる判断が遅い。2つ目は反射神経が追いついていないとなります。この2つが当てはまるのかなと思いますね。単純に対応力の遅さという部分です。それぞれで考えていきたいと思います。まず敵が近づいているのに対して逃げる判断が遅いというのは、単純に粘りすぎているということが言えます。というのも光栄としてはポジションをなるべく維持してキルを取りたいっていうのがありますからね。そのため相手のエイムが刺さった場合、予定よりも早めにデスをしてしまうということです。これにより逃げたとしても相手のエイムに捕まってしまいデスするということにもつながります。特に多くなるのがブラスターやバケツといった武器種になるのではと思います。逆にチャージャーなどは逃げれないですからね。このあたりはもう対面勝負となります。二つ目は反射神経が追いついていないという点です。これは逃げる意識が速くても逃げるための初動が遅れるためとなります。逃げる行動といっても判断してから行動までの時間というのは人によって大きく変わります。そこには反射神経やキャラコンが関わってくる部分ですので、いくら逃げ意識が高くてもデスをするということはありますね。逆にデスしない人っていうのは判断も反射神経も早いと言えます。僕の中ではこの2つの理由から逃げることが遅れてデスがかさむ原因になってると考えています。もちろん他にもいろんな原因っていうのはあると思います。ですが前衛が詰めてきたりスペを避けきれないっていうのは速度が関係あるのではないかというふうに考えてます。デスする原因が仮に逃げ遅れや反射神経ということだった場合ですが、イカ速でカバーすることが可能となります。逃げ遅れや反射神経というのは、逃げれる距離に影響する部分と言えます。このことを考えると、反射神経が遅いとしても、逃げる速度が速ければ、イカ速なしの逃げが上手い人と同じ距離まで離れることが可能となります。要は、目標の逃げる場所まで速度を上げて出遅れた部分を補おうということです。まず、イカ速の特徴ですが、速度自体が上がるというメリットがあります。これにより、単純に逃げる速度が上がりますね。ただ、これだと恩恵としては低くないかと思われるかもですが、弓攻撃の立ち回りでさらに恩恵を受けれるということも言えます。よくあるのが、弓が対面をしている時っていうのは、基本チャージをして敵を狙っている時かなと思います。もちろん、ジャンプ打ちとかもいろいろシーンはありますが、まあ立ってるシーンが多いのかなと思いますね。で、この状態がイカ移動する上でとても重要な要素となっています。まずこちらの動画を見てもらうといいのですが、同じイカ速1をつけた状態で立った状態とチャージ状態で待機します。この状態からイカ移動した場合なのですが、少しの差になるんですが、チャージ状態の方が早く目的地に到達するということができます。これに関しては、武器をチャージ中、まあ他の武器では攻撃中ですね。なため、完成キャンセルの恩恵を受けて、初速が速くなっているっていうものになります。この速度の恩恵をイカ速なしの場合と比べると、さらに差が広がっていきます。イカ速をつけるだけでこの差が生まれるわけです。
この距離感は反射神経ではどうにもできない部分ですし、このちょっとした距離で避けれるならかなり便利なギアと言えますよね。次に足場が多少悪くても逃げやすくなるという点もあります。逃げると言っても必ずしも足場が整っていると限りません。その中で逃げるとなった場合、敵インクを踏むと逃げる速度が落ちてしまいます。ですがイカ速度アップがあれば多少踏んだとしても速度の減衰を抑えれるので逃げ切ることがあるというわけです。もちろん捉えられたら難しいところはあります。ですが逃げるという意味ではちょっとした恩恵が受けれるというわけです。この2つの恩恵で反射神経や逃げ遅れといった原因をカバーできる部分となりますので、意外といいギアかなと思ってます。ですがイカ速をつけることに慣れて逃げるのが遅れれば、結果としてイカ速なしと同じ状況になります。あくまで逃げるための要素を補うためとなりますので、イカ速をつけてやられる場合は逃げの判断自体を変えていくようにしましょう。最後にですが、ギアの数についてとなります。個人的にですが、イカ速ギアはメイン1でいいのかなと思ってます。というのも、弓は中量級という分類ということもあり、イカ速の恩恵はメイン1つで 7% ほどの速度アップとなります。この速度は軽量級がイカ速1個つけた時よりもちょっと遅いくらいの速度になるんですよね。そのためこれくらいの速度があれば逃げる分には十分な速度となるわけです。その他にもギアの圧迫につながるという意味があるので、まあここでたくさん装備しすぎるとそもそも意味がないなと思ってます。弓自体は付けたいギアが多くありますからね。まあ、人によってはラスパ、サーマルインクなどをつける方もいると思います。こういうのはメイン枠の固定になってしまいますので、イカ速をメインつけるっていうだけでもかなりハードルが高いことかと思います。そのため大量にイカ速を積みすぎると他の強みを消していくということにもつながりかねないので、まあよくてメイン1個分のイカ速かなと思ってます。まあ、このことからメインは1個ほどがいいのかなと思った理由になりますね。もちろんサブギアも3つ程度でもいいと思います。ただサブギアはイカ速2個とかになる場合はそもそも軽量級のイカ速なしと同じ速度になるので、あまり恩恵を受けにくくなります。なのでどうせつけるならメイン1個分ぐらいですね、かサブギア3つほどは必須かなと思います。まあ、つけるのであればしっかりと意識しましょうという話です。さてここまで逃げの話ばかりしてましたが、もちろん攻めとしても活用できます。というか本来は攻めで使いたいところです。イカ速をしっかり使い切るのであればポジション間の移動に役立てるのが一番いいかと思います。初動のポジション取りから中央確保庫からの高所獲得とかですね、移動速度が上がった分素早く選挙ができます。まあ例えば前に出たいんだけどちょっと遅れがちなんだよなっていう方は、イカ速で速度を上げて味方に追いつくようにするっていうのはとてもありですね。味方に追いついてポジションも取れたとなれば普段よりもカバーが早くできます。その他にもガチホコやガチアサリ、ヤグラにおいてオブジェクトに関わるための効率もアップできますね。ガチホコとガチアサリは回収と移動の効率につながります。ガチヤグラであればヤグラ付近への移動を素早くして隠れるといったことも可能となります。なるべくルール関与に関われる位置にいたい武器ではありますので、逃げるだけではなく攻めとしても活用していきたいところです。はい、ということで今回ここまでとなります。光栄だけどデスが多い人にはイカ速をおすすめしたいはいかがでしたでしょうか。個人的にはイカ速自体はなくてもいいのかなと思う側でしたが、逃げの判断が遅い場合はとても重宝するなと改めて考えています。またポジション乗りの判断が遅いという場合にも、出遅れた場合でも多少はカバーができますね。補足としてつける分にはいいギアかなと思いますし、迷ったらつけておくというのもありだと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。